れろ、この俺の天狗の才がバレろ。今日はアキラ君にどうしても対戦したいという相手がいまして、うん、それは人間ですか機械ですか。今日の相手は、はい、パンチングマシーン。はい、え、何、え、機械ってこと。要はあ、人間じゃないのね。はいはい、ならよかったよ。逆によかったよ。なるほど、ね、人間とか言われてたら俺びっくり予定したわ。確かに明らかなパンチングマシーンは、うん、1回だけやったんですけど、さすがに250はいかなかった。どれくらいいったんですか。236ぐらい。それ何割。お、本気で10割で。おー、10割出したんだ。出した10割出した相手なんだ。あの、イライラしててね、うん、ちょっとね、嫌なことがありましてね、自分のね、趣味をですね、親戚の人に悪く言われまして、はい、その趣味をね、うん、で、ちょっと本当に頭に来たんで、はい、そのパンチングマシーンやろうかなと思ってで、そんで本気でぶっ放したら230何までいっちゃいました。それはすごいね。だいたい平均で多分100ちょいぐらいの感じ。100ちょいですね。だから230って普通の人間の倍。普通の人間が2人分の力。そうだね、初めてですかね。そうですね、初めての企画ですね。大宮公演を出て、そうですね、撮影をするっていう初の企画になると思いますね。そう、じゃあ行ってみますか。とりあえず行きますか。はい、230見せてもらいましょう。はい、じゃあ行ってみます。あれ飯食ってきますね。ああ、いいね。めっちゃ美味しい店してるんで。ああ、そうなんだ。ちょっと行きましょうか。どこら辺？もうすぐ近くに油そばの店があるんですけど。あそこの店、お前、あの、俺好きなんす。お前って言わなかった。お前ってないや。お前ってちょっとね、口悪いよ。そこの店、お前。高校生の時にぶちかましたら、236ぐらいいった。さすがに240はいかなかった。あのね、250目指してたんだ。今回の対戦相手は余裕ですね。いや、あのね、今俺酒飲んでちょっと酔っ払っちゃってるから力弱まってるかも。酒飲んでも5割ぐらいでいけるんじゃないかな。うん、じゃあ今日6割いこう。ちょっと無理する。いけますね。じゃあ100キロ以上いけるってことで、まあいける前提でやりましょうか、うん、じゃあ100以上出したら人間が勝ちってことで。そうだね。100以下だったら AI が勝ちってこと。 AI が勝ち。そうだ、次世代型 AI の勝ち。そうだね。利き手と反対側の手でやるんで。あ、はい、あ、危ない危ない危ない、ごめんなさい。じゃあね、これからね、パンチングマシーンを実際やっていきたいと思います。あのね、僕のね、ちょっと脚力でね、全部壊れちゃった。チャリとしての役割果たしてない。荷物入れるため。ん、何のため。荷物入れるためと、うん、だけぐらいかな。